そう。狙んない。そう、許可取って今いいですかって言って。言いました。急いでやってます。はい。クッキング選抜。クッキングいつできるか分かんないけど立候補しました。ちょっと何作るかは。うん。ありがとう、みんな欲しい、ありがとう。あ、私この前あれ作るっつったからそれ作る。ありがとう。星投げの袋、お、よろしくお願いします。歌っちゃいそう、ダメだよ。確かに。大丈夫です。え、ラチって料理したことあるの？え、昨日、うん、オートミールパンケーキ作りました。え、すごい。え、やばい。え、でも。うん、生地にココア入れちゃって、うん、なんか焼いたらめっちゃとんでもないまずそうな感じになっちゃって、うん、味は普通だったんですけど、うん、お兄さんに写真送ったら、うん、なんか揚げたカレーパンかと思ってそんな黒かったん？めっちゃ黒くなっちゃってえ、そう、あれ作りますか、あれ。え、何作んの、ひなの。え、何だと思う？え、わかんない、ハンバーグ。違う、正解はずんだシェイク。え、作れんの？作れるんですか？作れるんです。え、すごい。え、美味しいよ、めっちゃ。東京駅にある、うん、大丸の中。うん、空港いろんなとこに。米炊いたこともないのによく立候補したなってきた。米さ、炊いたことないけどさ、でも米ね、ご飯炊いてほしいですってきた。お米さ、炊けるかな、私に。私ってお米炊けるのかな。そう、多分幼い子の時に自分で米炊いたことあるけど、あんま大人になって米炊いたことない。物心ついてからお米炊いたことないんですよ、うん。ありがとう、あ、マジか、米炊いたことないのはレアキャラやな、だってそう、レアキャラ。初めての米炊き配信期待してる。米炊いてもろみ乗せて食べてるところみたい。お家でご飯どうしてるの？親がやってくれてます、マジで。うん、トーストできる。あ、トーストできる。私あれホットサンドなら作れるよ。ホットサンド、でもさ、今日もさリハーサルでさ、明日もリハーサルでさ、明後日もリハーサルでさ、このスケジュールってどうやって料理しようって。しかもエリ、今日お家帰ったらお母さんのご飯が待ってるんです。今日は私の大好きな、あの、何だったっけな、何だったかな、私の大好物だったんですよ。そう、え、なんかレインボースカー、ありがとうございます。だからさ、え、なんか画面に今何位になりましたって出ました。え、すごい。え、じゃあランクインしたんじゃない？ランクインした多分。ランクインしたおめでとう。ありがとう。初期リード。初期リード。最近のマイブームの初期リード。そう、料理できる時間と、まず配信できる時間もあんまなくて、やばいんです。ほら、でもこんばんは。10位内に入ったってことじゃん。すごっ。おめでとう。ありがとうございます。今もう配信終わって大丈夫です。イベント今ので終わって大丈夫です。確かにちょうどね、入れたから。はい、うん。ありがとうございます。急な企画だったんですね。だって、そう、めっちゃ急な企画。1週間ぐらい前に初めて知りました。なんで今時期イベントなんだろう、だって。なんか訳があるんですかね。訳がある。訳が。わからないけど。大体は食べせんやと思う。え、本当に。私食べせんです。マジでゲリラばっかになっちゃって、ごめんなさい。さっきリクアワのリハーサル中に、私がリクアワで披露する曲を見て、ラチとヒナナがかっこいいって言ってくれました。そう。エチがかっこよかった。そう。え、嬉しい。エチかっこいいって言ってくれたんで、皆さんリクアワでね、何の曲があるのか楽しみにしていてください。でもラチとかエッチも見せ場あります、うん、え、あるよね、バリある。キッチもあります。え、今回のコンサート結構、今回のケースコンサートね、結構いろんなメンツに光当たって、そうね、ホットライト、うん、この時期にイベントコンサートは頼んだ。あ、くまちゃん、ありがとう。あ、ありがとう。キャンキャン、ありがとう。リンゴさん、
いいコンサートになりそうだ、だって、ね、いいコンサートになるといいなって思ってます。楽しいコンサートみんなで頑張ります。今日保存のポスター届いた。ありがとう。ポスター持ち歩いてください。持ち歩いてスクランブル、すいません、マスク配信で、マスク取ったらこっちにも多分そう入ってますね、みんなで。お互い入ってる。あ、みんなあの3メートル間ぐらいでいるの。いや、ちょっとすっぴんだからちょっと恥ずかしいんですけれども、なんかね、ちょっと昨日夜配信しようと思ったら眠気がすごくて。ありがとう。眠気と、そう、まだ今日今レッスン中、リハーサルがあります。昨日もやってしまった、しばらくここのままで結婚日らしい。あ、元彼のサインも入ってる。あ、ありがとう。夜ご飯食べてないです。あ、そう、ね、うん、ありがとう。レインボースターいっぱい、ありがとうね。今日は私をスクランブル交差点の上にどこ見せも可愛い女の子がいっぱい嬉しいことしか起こんない。ご飯何だったかな、忘れちゃった。ミュージックブラッド楽しみにしています。あ、ね、明日ミュージックブラッド楽しみにしててね。ワクワク。今日はご飯食べないの。今日はご飯、お弁当は唐揚げ弁当にしました。でもお米は食べなかった、唐揚げだけ食べた。白米好きなのに、だって、いやでも、じゃあ出来たての白米が好きなんですよそう、ほかほかの炊飯器から出て数分以内のあの白米が好きなんで。そう、かわいい、ありがとう。そう、ほかほかご飯が好き。合わせて、エリナさんこんばんは。今日はパン食べましたか。パン食べてない。あ、食べた、チュロス食べた。あ、ミラボール、キラキラ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 、トップ10、いや、入った、9位になった。ありがとう、ありがとう。だって料理してないのにキマゼット、キマゼット、料理してないのにありがとうございます。すごい、待ってキマゼット、キマゼット、本当にごめんなさい、料理してないのにごめんなさい、逆に料理してる人いるの。だって確かに料理配信今日できる人いるのかな、いるのかわかんないけど。ね、でも嬉しいです。初期微動8位、うん。お代理って料理できるの、だって。え、わかんない。やったらできるかも。うん、私の昨日も聞かれて、私の母が伝授した。そう、でもさ、なんか料理ってむずくないですか。なんか味にこだわったらさ、見た目があれになっちゃいそうだし、見た目にこだわったら味がやばくなりそうだし、なんかどっちも両立しないといけないじゃないですか、これって。なんかさ、自分で作って自分で食べるだけならさ、見た目とかどうでもいいじゃないですか、料理って。でもさ、こういう配信もしながらさ、写真載せるってなるとさ、まあ、味はさ、まあ、みんなには伝わらないからあれかもしんないけどさ、でもさ、自分で食べるんだったら美味しいもの食べたいじゃん。だからさ、むずいなって、料理ってむずいなって思って、うん、やばいですよね。だしの粒をバッて入れて、でその段階では、それをみんなさ頑張ってるって思うとさ、めっちゃすごいなって思う。なんかよくさ、わかんない、食べてないからさ、本当にインスタグラムとかに載ってる美味しそうな料理とか美味しいのかわかんないけどさなんかお店とかで出てくる料理ってさ、見栄えもいいのに味も美味しいってさ、本当すごいなって改めて思った。なんか考えてそう、え、すごいよね、うん、
を集めて飲んでてほしい。でいい感じの味になったら豆腐3日間で上達していくのを見るのもありかも。でもね、本当マジ料理する時間がなすぎてなんて立候補したって感じなんですけど、そうちょっとねどうしようかなって思ってる。でも今日は多分料理はできないので、うんと今ってこれが私の家の味噌汁の分かんない。そう、その味噌汁って沸騰させちゃダメなんです。え、そうなんですか。そう、風味が飛んじゃうから。プロ味噌汁プロ。ママが教えてくれた。ママ。クリームかな。え、ラッパチューってうちのママにやったことある。ゆで卵とかいいんじゃない？ゆでるだけだって。え、ゆで卵作っても食べれないからな。生産見に来てた。うん、どうやろう。挨拶したかしてないかぐらいな気がする。ああ、そうだよ、ね。どうやろう。ただお見送りぐらいちょっと。あ、そうです、そうですね。なんで料理全然したことないのって。あ、でも調理実習とかしたことありますよ。かなり役に立つね。でしょ。やばい、国調理実習始まったうちの中で。え？どういうこと？始まったの？今？もう始まってるよ。今料理の豆知識言ったから、もうクッキング選抜。あ、なるほどね。候補生ですよ、ね。候補生、今候補生になった。でパン食べましたか？いや、パン食べてます。え、ね、同じ人。え、私もさっきでもパンのこと聞きたい人がいるの最近ショールームで。で、可愛いよね、パンが好きなんだって。可愛い、うん、パン好き。そう、パン好き。本当に好きなんですね。うん、すごいいいね、パン屋さんかも。料理のさしすせそ言えるよ。さは砂糖で、しが塩で、すがお酢で、そがみ、ん、み、ん、せ、せってなんだ。せ、ソース。あ、ソース。醤油だよ。え、醤油、精油って呼んで醤油なんです。うん、そうなので、そがソース。いや、味噌だよね、そって。え、味噌はそうだよ。せ、せは、せは醤油、醤油。そは味噌だよね。ソース、ソースじゃない。え、ソースって何？ソースはない。ない。やばい、クッキングセイマスやばい、やばい。ソースないよってきた。ソースじゃないの。あ、タコちゃんありがとうございます。とんかつにはソースが必要でしょ。でも調味料としてあんま使わないじゃん。確かに調味料ではないね。うん、あんの調味料選抜やったらマヨネーズ入りますよ。パンって名前かわいいじゃないですか。パン好きだな。名前、名前かわいい。パン、パン、パン、かわいい。確かに前の作りでしょ。あ、やばい、充電があと 20% だ。やばい、充電がない。でも私1週間2週間ぐらい前3週間ぐらい前に料理のアプリにハマってて、料理を作るアプリにハマってたんですよ。だからそれの力生かして生きていく。味噌汁の中にイージーファイバー入れると最高です。あ、タコちゃんありがとうございます。人参も詰めれるし最強。人参？そんな知識問うのこれ。確かに。知識、知識。でも配信内容を見てプラス。え、じゃあ皆さんが好きな味噌汁の具は何ですか？そんなことないね。え、私油揚げやだ。あ、油揚げ私もあんま好きじゃない。うん。じゃあ素の天使で配信しない方がいい。私はわかめが入ってます。あ、15分経った。あ、15分経った。どうします？ね。そろそろ終わった方がいいのかな？確かにワンチャン。あ、私も終わる。本当終わりますね。そう、出番のために皆さん15分で終わらせてしまいますが、ほんますいません。では配信短かったけど終わりたいと思います。リハ頑張ります。では最後におランキング読みたいと思います。ごめんね、早くて。いきます。13位ロッピー、12位筋肉愛好家、11位中堅、10位 YSNR さん、あと台所用品に注意してね。9位ジャン、あと群馬ニア、8位ひとくまさとる、7位みほ、6位直樹、5位みやちゃん、4位まああとだし、3位東京のスワン、2位くまティ、そして1位はボマー。ありがとう、ありがとう。では皆さん、じゃあこの後リハーサル頑張っていきたいと思います。
ありがとう。バイバイ。